いや、まだいっか。 17%。 ちょっとアプローチ充電しよう。おはよう。今日は美容室に行きます。なんで今日って感じなんだけどね。私もなんで今日美容室に行くって決めたかわかんないけど、今日美容室に行きます。確かにめっちゃいい天気今日。洗濯干した今。目晴れてる？どう？あんま晴れてないんじゃない？まあ年始に行けないかなと思って。髪どうしようね。いや、切りはしないんだけど、なんかちょっと整えたりはするかもね。髪色は、変えちゃおうか迷ってる。でもそんなめっちゃ暗くはしない。こんだけ明るくしたのに急に暗くすると絶対後悔するから、ちょっと変えようかなくらい。短いとかしたら私こんなになるよ髪。今もでもちょっとね、なんか紫とかそっちのなんかチャレンジ系にはしないかも。ちょっと無難に茶色とかにしてみちゃおうかなとか思っちゃったりして、るけど、すごい肌荒れしてる今。肌荒れしてる。テレビの音うるさいね絶対。いや本当に何も決めてない、からどうしようかな。電車の中で決めるわ。でもかといって出なくなっちゃった。電車の中でメール書きたいってのもあるんだけど、なんか昨日全然寝れなくて、わかんない、緊張してたのかなのかわかんないけど、昼ご飯、何も考えてなかった。でも食べようと思ってたんだけど、ね、でもアラームの前に目が覚めた。寝落ちした？充電もう耐えれなかったみたい。これもうさ、冬だとさ、アップルウォッチで全然つけなくなっちゃったんだけど、わかります？この気持ち。あんまわかんない。でも本当にここ何ヶ月毎日メイクしてるから。なんか布があるから邪魔で見えなくなっ、から見えないからもうつけなくていいやって。ニキビできた。あとは大好きなこのタンプレを今日は見に行きます。寝れなかったけど、何時に寝たか寝た記憶がない。
7号5で昔の写真見てたらもう片方どう、天気を洗濯すぐ乾きそう。気絶してたんかな、わかんない。でも本当にやっぱいつもより緊張してたからさ、昨日気絶してたんかな。でもいろんなメンバーから連絡も来てありがたいなって思いました。雨予報なし、嘘、嬉しい。いやでもまださ、昔振り返るの早いよ。だって私まだ卒業しないから、もうちょっといさせてもうちょっといさせて。何着ようかな、寒そう。わあ、でも8年くらい振り返るんでしょ、めちゃくちゃ大変じゃないそれ。めちゃくちゃ大変やで。なんか昔撮ってたなんか友達同級生とかからも連絡来て、あすごい、なんか良くも悪くもニュースになってるんだと思って。ねえ、ニキビある。嫌だな。良くも悪くも知名度ちょっと上がってるのかもねでもさ、そんな仲良くなんか、例えばさ、同じクラスだったわこいつみたいな人もいるわけじゃん絶対。てか同じ学校だったわみたいな、こいつこうなってんだみたいなのちょっと恥ずかしいよね、自分が悪いんだけど。いろいろ思い出とかね語っていこう、ショールームでも。わかんない、今更卒アル流出とかありえんからなわかんないけど、卒アル可愛かった気がするんだけど、どうだろう、漏れてなかったかな。地元帰ったらなんかうわーとかなっちゃう大スター。冗談冗談、こうやってね、こうやっていじ煽っちゃうからダメなんだよね。やめよう。
肌荒れやばい。なんでだろう、なんで。私なんか変なものずっと食べてたかな。でも本当に、いやまだ早いから、いや舞台期間でご飯食べれない日が続いたんですよ、かなり。本当にスタバで糖分を取ってて、最近結構普通に戻ってきた。え、頑張って食べたりしてたんだけど、そんななんかいっぱいもいいやみたいな感じだった。あごニキビ久しぶりで嫌ね。あ、ウィダーも食べてたよ。それこそなんか人と食べたりしてたら食べれた、一人だったらなんかあんまいいやってなってたけど、野菜とか本当に全然食べてないんじゃないかな。果物も食べてない。逆に何食べてるんだろう。でも外食めっちゃ多かったかも。ねえ、だから昨日サブウェイ食べようか迷ったんだけど、やめちゃった。早くコンビニのサラダとかでもね。夜も配信しますか。うんうん、しようと思ってるよ。わかんない、逆に昨日の公演見て痩せたなって思ったりしました。別に思ってない。こういう話してたらお腹空いてくる。食べ物の話してた。嘘、痩せたと思ってた。嘘、嬉しい。結構足がちょっと細くなったんだ。1301日、ありがとうございます。足の痩せ方私も分かんないのよ、教えてほしい逆にまあでも昔よりちょっと食べる量減ったって、昔って言っても、
でもほんとここ1年くらいで5、6キロ太ってるから、かなりよね。筋膜ローラー使わないと本当にもったいない。いやでも分かんないでしょ、そんなちょっと太ったなって思うけど、5、6キロもってなるでしょ。なっててほしい。まさか5、6キロも。もう29日ってやばくない？特番の楽しみなんかあります？みんな。お餅食べた。あーすごい、みんなアメトーク好きなんだね。アメトークって何？私あんまりテレビわかんないか。でもさ、災害やるみたいな、災害放送するみたいななってなかった？そこだけやったーみたいになった気がする。いやでもなんかもうこれからちょっとテレビもうちょっと見ようかなって思った。だって芸人さんとか全然わかんないって言ってますじゃん、言ってますじゃん。お腹すいたからオイコス食べようとね。お正月こそさ、お笑いのやついっぱいやるじゃん。だからオイコス食べる。よっこらちょっと。
マジで風邪ひいてるのかな、風邪ひいたかな、怖い。私このおいこし結構持ち歩いたかも、3、2回くらい食べれるよね。おいこそめっちゃ冷蔵庫にあるの今、食べないと賞味期限くれる。神社行きたい、神社。去年の年越し私実家だったっけ、実家か、実家だ、実家だわ、実家で自分の部屋で年越して終わってそば食べた気がする。で珍しくその次の日の朝家族で初詣行ったんだ、めっちゃ珍しい。めっちゃ混んでた。めちゃくちゃ混んでた。だから人酔いしちゃう私も結構。聞きすぎたか。なんか屋台ある神社とかないのかな。どっちかというと屋台目当てっていうところちょっとある。大体あるの嘘。私あんまりね、釣
1日ぴったし、1日に神社行くことないんだよね。すごい鼻水ピーピー出てくる。あ、神田明神去年出てたわ。毎日出てるのかな、1、2、3日。神田明神は去年行ってた、あのニューイヤムプレミアムパーティーの前に行った気がする。でもね、その前も去年、一昨年も行ってる。でも一昨年は屋台見てないんだよ。だから2年連続神田明神は行ってる。箱根神社遠そう。屋台、いや東京の屋台が高いんだよ。高すぎ。だって焼きそば600円くらいするでしょ。岐阜なんて300円よ。するよ。東京高すぎ。安すぎる。私の地元が安すぎるのかな。私だって絶対に焼きそば食べるもん、屋台の。好きすぎて。めっちゃこのゴチむずそう。一人だけ値段知ってる人がいる、いながらゴチやってるのって。でもベビーカステラも好き、わかる。
スカラも買わないと。私もお年玉もらえないかな、帰ったら。うん、ついためっちゃ。あげるあげる、もちろんあげるんだけど、もらえないかなって。これ鼻水ずっとすすってる、すすってるはやばいね、吸ってるずっと。いや去年もらえてない気がする。だからもう二十歳来たらもらえないわ。むしろ今まつげをめっちゃ綺麗に整えてます。はあ、まつげやるだけで体力使う。寒いかな今日。てか昨日公園でカラコン入れてたの気づきました。カラコン入れようと思ってカラコン入れすぎたけど、カラコン入れてる割にちゃんと人の顔が見えた昨日。いつもなんかぼやーってするんだけど、昨日はちゃんと見れたし、あんまりカラコン入れてる感なくって疲れなかったけど、公演終わってすぐ撮った。本当に下手にいっぱいいたよね昨日。嬉しかった。でも
夜更かしだって。マジで指原さんのリリミューのこれ何番02番めちゃくちゃ可愛いので見ててください。あと私はすごいピンクが似合うことに気づきました。かわいいこのピンク。福袋は買いに行かないかな。いや福袋っていらないものも入ってる可能性あるってことじゃん。だから美容室に行くからストレートで行くそう安いしいっぱい入ってるのはいけない。自分の目当てのものが入ってなかったらちょっとね、かといってなんか交換とかしてる人もきっといるだろうけど、それもちょっとめんどくさくない？本当に髪の毛は終わってる。本当に終わってる。でもさ、福袋以外に服屋って安くなるのかな。私あんまりそういうの行ったことなくて、服部家がそういうね人混み好きじゃないから。初売りか、それが。また眉毛黒いもん。いいやもん。やばい本当に。ほらもうめちゃくちゃレイヤー入ってる人みたいになってるから、ね、ストレートにした時が結構分かるんよ。ずーっと髪の毛に関して、
な。無理無理無理、もう無理無理無理痛みすぎ。逆にレイヤー入っててもいいか、逆にレイヤー入れてみるっていう、手あるよね。お腹鳴る。ヨーグルト食べたからだ。逆にあえてウルフカットしてみるとか、私の多分お洋服的にウルフカットは似合わない気がする。でもね、こっちの方が傷んでるんだよね。やばい、ほら、もう無理、本当に無理、本当に無理。もう切ろうかな。でもさ、ここまで伸ばしてさ、ここまで切るって、だってこんだけ差があるんよ。こうなるんだよ。嫌だな。もう伸びるまで待ってもらうしかないよね。伸ばしたのにってなるよね。ちょっともう相談する気も。いやでも、うん、卒業寂しくなるけど、卒業公演の時は絶対長い髪でいたいから、伸ばします。最悪エクステつけるっていう可能性もないけど、じゃあ着替えてお部屋ちょっと掃除していこうかな。レイヤーすぎないね。相談します。よし、じゃあランキング読んじゃおう。夜もしますね。13位アゼフセさん、12位スコットペレグリノさん、スコットペレグリノさん。11位アキッコさん、10位ユウクユウナさん、大好きラブさん。
9位梅昆布茶アットマークなとり丼さん、8位香港のケーキアットマークナナレンジャーさん、7位ゆうきさん、6位サイトアットマークアインチさん、5位リフトさん、4位ゆきたんとマークなちゃん大好きなとり丼さん、3位 YK アットマーク今日も朝から超かわいい髪の変化楽しみにしてるねさん、2位 TK トンからアットマークタイさん、1位ダイヤくんです。ありがとうございました。それではまた後でメール送ります。できます。